伊藤正春は、毎日放送出身の、フリープロデューサーフリーアナウンサー。元、同局アナウンサーで、放送上の愛称は麻婆。毎日放送では1975年の入社以来、アナウンサーラジオ局編成部長、番組審議会事務局長などを歴任。60歳の誕生日で定年を迎えてからも、シニアスタッフという肩書きで、 MBS ラジオでの番組制作、出演を続けていた。2016年7月31日の人気満了を、機に、フリーランスのプロデューサーアナウンサーへ転身。2017年10月からは、フリーアナウンサーとしての活動に専念している。東京都渋谷区の出身で、血液型は B 型。中、高校生時代には、卓球部。 早稲田大学政治経済学部への在学中には、学内の放送研究会に在籍していた。1975年に、アナウンサーとして、毎日放送に入社。同期入社のアナウンサーに、結城哲郎がいる。1977年4月から1989年3月まで、深夜のラジオ番組、MBS ヤングタウンを担当。12年という出演期間は、 同局アナウンサーの中では、先輩の住み淳一と並び、現在も最長記録に当たる。ヤンタンで最初に共演した原田信から、マーボーと呼ばれたことをきっかけに、後の共演者や当時を知るリスナーなどから、マーボーと呼ばれている。1978年には、地方民間放送共同制作協議会制作のラジオ番組飛び出せ。全国 DJ 諸君で、 毎日放送の代表でパーソナリティを担当。放送後の人気投票によって同年度の奨励賞を受賞した。1980年からはスポーツアナウンサーとしても活動していたが、1989年4月から2年間 BBC に出向。BBC が当時実施していた日本語放送のアナウンサーを務めた。1991年4月に、 アナウンサーとして毎日放送に復帰。1994年8月末までテレビ夕方のローカルニュース番組 MBS Now で木土曜日にメインキャスターを担当した。阪神、淡路大震災の発災直後には MBS ラジオで連日報道特別番組のキャスターを務めている。 2003年7月にアナウンサー室からラジオ局ラジオ制作部へ移動した。あとはチーフプロデューサーとしての村での村だ。ちょわよ。韓国、ラジオの達人などを担当。2006年7月からはラジオ局編成部長として、小森安則朝から、天小森の立ち上げなどに関わった。その後はコンプライアンス室への移動を経て、 番組審議会の事務局長を歴任。ラジオ局ラジオ制作部へ復帰してからは、モーニングミックス、日曜出勤制ラジオのプロデューサーを務めた。2010年8月29日には、毎日放送開局60周年、記念特別番組、サンマのヤングタウンスペシャルで、生放送番組に久々に登場。2013年3月9日からは、 モーニングミックスのプロデューサーを務めながら土曜日放送分のみワンマン DJ スタイルでラジオパーソナリティとしての活動を本格的に再開したモーニングミックスでは2014年4月から金曜日のパーソナリティへ移動した後に同年9月26日の最終放送までパーソナリティを務めた同年10月5日以降は自身の出演曜日分の企画を引き継ぐ 冠無理番組、伊藤正治のミュージックバルシリーズで、ワンマン DJ スタイルのパーソナリティを引き続き継続。また、アナウンサー時代から現在に至るまで、MBS ラジオの自社制作による生ワイド番組で、パーソナリティ代理を何度も担当している。2011年7月に毎日放送の定年を迎えたが、食卓契約のシニアスタッフとして、 同局へ5年間勤務。任期満了後の2016年8月以降は、フリーランスのプロデューサーパーソナリティとして、シニアスタッフ時代の担当番組を引き継いだ。66歳で迎えた2017年10月6日からは、ラジオプロデューサーとしての活動から退く一方で、フリーアナウンサーとして、終わらないとのナビゲーターを務めていた。伊藤が、 早朝にから4時台の生放送番組に、レギュラーで出演するのは、毎日放送への在籍中を含めても初めてで、あったが、70歳間近の2021年3月27日放送分で、ナビゲーターを勇退した。その一方で、2017年末からは、擬曲の脚本を執筆。2018年2月には、劇団外箱町アトリエ13ブラックボックスで、 上演の楽屋流れるものはやがて懐かしきで劇作家デビューを果たした。2019年からはラジオバルーンでも伊藤雅春の夕方5という冠無理番組を担当。2020年からは同局が配信する関西独立リーグ兵庫ブルーサンダーズの公式戦中継で実況アナウンサーとしての活動を再開している。 学生時代に在京ラジオ局制作の音楽番組を愛聴していたことが講じて、早稲田大学の放送研究会では、主にプロデューサーやディレクターとしての経験を積んでいた。大学卒業後に音楽番組の制作スタッフになることを志していたが、アナウンサー志望だった、放送研究会の同期生と一緒に毎日放送のアナウンサー試験を受けたところ、 中央大学出身の勇気と共にアナウンサーとして採用された。ちなみに、ジップは滋賀県の出身だったが、伊藤自身は毎日放送へ入社するまで、東京都内で生活していた。カラオケで沢田賢治の楽曲を歌うことが得意。学生時代から大の映画ファンで、アナウンサー時代には、毎日放送公式サイト内のアナウンサーページで、 数年間にわたって、伊藤正春の映画日記というコラムを連載していた。毎日放送の定年直前からは、長らく中断していた卓球を週に1回のペースで再開したほか、スキューバダイビングや陶芸などに取り組んでいる。さらに、定年退職を機に60歳で、シニアスタッフへ転じてからは、フルマラソンやハーフマラソンに挑戦。 一般参加枠の抽選を経て出場した大阪マラソンや神戸マラソンで完走したほか関西圏以外で開催のマラソン大会にも年に数回のペースで参加しているジャズをはじめ洋楽にも造形が深い MBS ラジオでは朝までビートルズや31.5時間ラジオ MBS 史上最大のラジオ祭り歌でつなげる60年 目指せ1179曲ってあんたティルドンミュージックのビートルズ特集で自ら企画とパーソナリティを担当していた。ちなみにプロデューサーとしての村での村田を立ち上げた際にはビートルズのオブラディ、オブラダにちなんで自ら番組のタイトルをつけている。モーニングミックスで土曜日のパーソナリティを兼務するようになってからは当時の金曜パーソナリティ。 鈴木健太の影響で、桃色クローバー Z への関心が高いことを公言。同曜日の放送で、桃黒の楽曲を流したり、思い入れの深い昭和歌謡の特集を組んだりすることも、あった。スポーツアナウンサー時代には、プロ野球、高校野球、ラグビー、バレーボールなどの中継で実況を担当。MBS ヤングタウンに、レギュラーで出演していた時期には、 放送中に実施された運動会、水泳大会やヤンタン野球大会の実況も任されていた。当の伊藤はアナウンス職を離れた後にアナウンサーは突っ込まれてなんぼということをヤンタンで実感したと解雇。スポーツアナウンサーへ転身後も同番組への出演も続けたことについてはスポーツアナをやってたことでヤンタンでの自分の幅が随分広がった。 プロ野球中継の実況やキャンプ取材での裏話が、ヤンタンのネタとして、十分に使えたことも良かったと述べている。なお、ラジオプロデューサーに転じてからは、特別番組として、サンマーボを制作。前述の、サンマのヤングタウンスペシャルでも、サンマと共演したほか、毎日放送開局65周年記念番組、ラジオ65人の仲間では、 三枚のインタビューを担当した。ラジオプロデューサーとしての活動などとの兼ね合いで、2017年のナイターイン編成では番組へのレギュラー出演を休止していた。いずれもラジオバルーンがインターネット向けに配信している番組。毎日放送アナウンサー、時代テレビラジオアナウンサー職からの、移動後 MBS アナウンサー時代アナウンサー職からの、 移動後フリーランスへの転身後前述の終わらないとについては一人の喋り手として毎日放送のアナウンサーになった頃の初心に帰るという意向からプロデューサーを兼務していない以下の番組はいずれも毎日放送のシニアスタッフ時代から契約期間満了後の2017年9月まで担当2014年7月13日に MBS テレビで 放送された、MBS マンスリーレポートの特集、シニアスタッフ伊藤雅春、元アナウンサーハットエビ、伊藤雅春のミュージックバル公式サイト内2016年7月27日付スタジオ日記、ご挨拶。ハットエビ、モーニングミックス公式サイト内の、伊藤 P 編集日誌2013年5月15日付記事。 2011年6月から2017年3月まで、ガオラへ出向同局の定年退職後に、フリーアナウンサーへ転身採用の内定を受けるまでの MBS テレビは、日本教育テレビとネットワークを結んでいたが、伊藤と結城の入社前日からは、ネットチェンジで TBS 系列の準記一局になっている。現在は、フリーアナウンサーとして活動。名前の、正治になんで、 明石シさんま大津・美和シ・か渡辺・和夫ヤンタンの時代。第一章、みんな、名もない新人だった、伊藤正春編より、伊藤正春のミュージックバル公式サイト内2015年1月13日付けスタジオ日記、あの日や、毎日放送編、阪神大震災の被災者に、ラジオ放送は何ができたか、被災していない人への情報はいらない。 と言い続けた報道者たちに、掲載の放送記録を参照。伊藤正春のミュージックバル2014年10月3日付スタジオ日記、10月5日、スタートです。伊藤正春のミュージックバル、茶屋町 MBS 劇場、茶屋町 MBS シネマの統合で誕生した毎週、金曜日深夜の生ワイド番組、MBS ラジオ、伊藤正春のミュージックバル。 スタジオ日記2017年9月28日付記事を参照。MBS ラジオ終わらないとスタジオ日記2021年3月27日付記事を参照。MBS ラジオ終わらないとスタジオ日記2018年1月分を参照。アナウンサー時代の1986年に8、容社から刊行された、こちらアドリブランドより、 伊藤 P 編集日誌2013年6月18日付記事、伊藤 P 編集日誌2013年8月8日付記事、伊藤 P 編集日誌2013年7月11日付記事、伊藤正春のミュージックバル2014年11月25日付スタジオ日記、完走しました。伊藤 P 編集日誌2013年5月15日付記事、31.5時間ラジオ、 マイナスに出演した、サイの発言より、伊藤 P 編集日誌2012年8月分記事、MBS ラジオ、モーニングミックス、オンエア曲リストを参照全出、ヤンタンの時代。2、記載のコメントより、伊藤正春のミュージックバル2015年1月28日付スタジオ日記、映画の王様という番組がありました。ハット AB。B 伊藤正春のミュージックバル2014年10月29日付スタジオ日記、日本シリーズといえば、伊藤正春のミュージックバル公式サイト内2016年7月21日付スタジオ日記、牛も知ってるカウシルズってご存知ですか前出、ヤンタンの時代。の、みんな、名もない新人だった、伊藤正春編より、 終わらないと2018年1月31日付スタジオ日記、もう1月も終わりです。アナウンサー時代の後輩、伊藤雅春のミュージックバル2017年10月5日付スタジオ日記、新番組、終わらないとのメールアドレスは、担当番組の公式サイト内に設けられた日記ページを通じて、講師にわたる近況や情報を随時伝えている。ありがとうございます。